熊商城は、熊本県に存在した、中世の丘城。熊本市城南町熊小ア城の第一生誕、標高25メートルの地点に立地する。天守跡2の、天守跡2の丸の3区画から構成されるが、現在は天守跡が公園として残っており、下町城南中学校も、この跡地である。塩分4年には、大友氏が東場を攻撃し、 南北朝時代末期には、菊池武ともと敵対していた記録が残る。15世紀には、相良ため、続くの支配下に一時入り、天文8年には、熊商城市として、相良市に協力した目方市に、相良側が万市を送っている。天文12年に、東条は落城し、メカ市は、肥後国北部に亡命した。以後は、開始が熊商城に入り、永禄8年には、 阿蘇市からの離反をもくろんだ城主、カイ守モが、岐阜の海親直に攻められ、敗れている。天正9年に、龍造寺市へ差し出した、起承文には、親父家や、カの親オヤら羅街道生7名の連署が記されるなど、阿蘇市勢力の南西部では、地域連合が、三船城や、東城を拠点として形成されていた。島津市が、天正十年に、八代城,城まで進出すると、 剣士田城や三船城とともに、主な戦略対象となり、天正13年には、東城で激しい工場戦が行われた。落城はしなかったものの他城の降伏により開城し、伊住院忠宗が入城した。豊臣秀吉による九州征伐では、宮原慶主が、肥後国人と戦って廃止している。その後は、岡本太郎左衛門が城代となり、 小西幸長寮に入ると、小西主伝助が在場した。慶長5年、小西氏が滅びると廃城となった。ありがとうございます。